はいどうも、フメドです。今回ですけど、共通無紹介シリーズということで、星の女神ブルーフェアリー使って一発撮りに連続プレイでリアルな国稼ぎやっていきたいと思います。ということでね、このツムは今年1月に登場した、ツムなんですけども、めちゃくちゃ強いけどめちゃくちゃ無事というところで、私は使いこなせることができません。そんな私のリアルなコイン稼ぎ、ぜひ最後まで見ていってください。目標は8000、平均8000、いけたら9000枚、無理か。かつマジでむずいからな。で、初動もねだいぶ重いっすよね。スキルがマジで重くて辛いんすよ。53秒ならまあまあみたいな感じ。さて、いいよ全消去。最高です。これはねうまくいってます。めちゃめちゃうまくいってる状況なんで、あまり参考にしないでください。ワンチャンまんまいけるペースなんで、これしかも。おー、しかも繰り越しできた。微妙。でも目標のマジか、分割しちゃったよ。目標の8000は多分余裕でいける。マジで初動めちゃくちゃ良かった。いや36か。いやちょっとぐだった。本当に8000いける？これこれは使っちゃうか。いやギリギリだな。いやーギリギリだ。いやー行ったけどすげえ納得できないんだけど。9000ぐらいは行きたかったな。いや後半グダグダやったな。いや最初のねめっちゃチェンしやすいのがね、いい感じに降ってきたのがねマジででかかった。後半ね全然来なかったんで、それがやべえ。2プレイ目やべえぞ。このままだと2プレイ目やばいぞ。めっちゃ気持ちいいのとかあったもんね。やばい、発動遅い。いやー大ツムありがてえ、今のはありがたい。使っちゃいましょう。はい、結構いいぞ。やべ、下手くそだ。これは下手くそすぎる、マジで。
いやでも8000いけるじゃない、強くない。下ったね。最高か。ほら。よっしゃ、全勝強。よし。あぶね。あ、やった。8000枚いった。とりあえず8000枚いったことが嬉しい。下手くそか。結局最後下手くそやなんか。あー、まあでも強いね。いいよ、もう俺で、俺下手くそやと思うけど、これで稼げればもう俺ちょっと満足したわ。でもうちょっと練習すればもっといけると思うんだけど、楽しいね。しかもスコアもさ、まあレベマだけどさ、4000万っていうね、スコアも意外と出るということで、いかがだったでしょうか。皆さん、このツムは天井消しがお強いです。あとスキル1もねかなり強いんで、はい、天井消しがね、はい、皆さんも、ぜひ使ってみてください。めちゃくちゃむずいですけど、そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそう。